はい、皆さんこんにちは。困った時の110番です。はい、さすがに海外に困った話が随分なくなってきちゃって、まあ、海外の困った話もいっぱいんだけど、いっぱいんだけどね。いっぱいんだけどね。で、最近の若い人たちの持ち上げ方とか、若い人たちの付き合い方、俺特にこの話をしたい時は、なんか今ではなくて、グレタさんっていうわけのわかんない、グレタよ、お前16歳の女の子があるね。それで、なんか今度スペインかなんかで、チリで、要するになんかそういう温暖化のやつをやるって話した時、私はどうやって行くか、誰か助けてくれる。飛行機で行く。で動物がどうたらこうたら食うと、牛はね、なんか二酸化炭素を吐き出すとか、ゲップで何だっけ、メタンを吐き出す、だから食わないから、じゃあ人間はどうなの、人間もゲップするし、当然二酸化炭素だって生き物住めないじゃん、そんなそれが地球上に。それも含めてね、ちょっと今の若い、老客も増えて若いちゃって、若いってどのぐらいの若いかって言ってたけどね、行ってみたいと思います、はい、若者の困ったね、話をたくさんしましょうって、世界で若者に困った、困った時の110番。はい、まずね、俺最近思ったんだけどね、やっぱり若い人たちっていうのが、それがいいかどうかじゃないけど、俺はちょっと付き合いづらいなと思うのは、私も付き合いづらいな、やっぱ根性とか常識論は出せなくなってきた、約束が成り立たないというか、それが付き合いづらい、だからやっぱり分かりやすいことってのはさ、やっぱり人を待たしちゃいけない、でっかい待たしちゃいけないとかね、要するにそれも年上待たしちゃいけないとか、で年上っていう言い方をすると嫌がったりするんだよね、じゃあ俺たちは若い人たちお金持ってるかもしれない、社会人まで助けてやんねえよ、そうだよね、そうだからちゃんと従順な子たちを助けたいの、だって例えばさ、ディズニーのパレードにさ例えると、自分が何の役割かって例えると、結構ほら年配の人って力もあって実績もあるから、ミッキーだったりするじゃん、ミッキーマウスが来ないと パレードはスタートしないけど、顔にねペイント塗っただけの花の妖精は一人いなくてもいっぱいいるから、何の影響もないから置いてかれちゃう、だからね、若い子たち本当に言いたいのってのはさ、根性っていうものがないと世の中って渡っていけないことが分かった、だから韓国の子たちとかね、やっぱ中国台湾の子たち根性あるんだよ、日本人、根性あるな、だから日本人は要するにさ、そういう意味ではボーギルトインフォベーションプログラムでさ骨抜きにしたっていうアメリカの政策とか、あれがまさにそうで、なっちゃったね、ゆとり世代とかそういったのもそうでしょ、やっぱり全然ダメだなと思うね、だからやっぱり昔の人たちはさ、昔の人たちは根性あったんだよ、ね、だってさ戦場でさ腕一本なくなってももう一本手があるから戦えるとかでね、433部隊とかそうだね、やっぱりアメリカの兵隊たちがさ、なんで日本人をさ大事にしたかったのもよく分かる、怖かったんだよね、日和らないんだよ絶対、それ、やっぱり忠誠心が強い、忠誠心強いしさ、どこまでも戦い抜くね、怖いんだよね、だちょっとねそこら辺ねちょっと考えて日本人はねやんなきゃいけないなってことを最近思いました、まあね、そのグレタさんの問題もちょっと言いたいんだけど、はっきり言ってさ、地球温暖化があるかないかっていうことは別にしてね、ないんだけどそれは別にして、グレタさんっていう人をなんでみんながね持ち上げてんの、でノーベル賞取れなかったじゃん、そして今度何かの賞取ろうとしたら、私は賞のためやってんじゃないかって辞退するとか、わけのわからないちっちゃな賞辞退、まあすれば16歳のすげえさ人相の悪いパフォーマー女、だからはっきり言ってさ、それを考えちゃうと言いたい放題っていうのは、彼らの知識はどっから出てるのかってことね、洗脳されてんじゃないかね、でそれでなんかそうだから温暖化の話で俺がねしょっちゅう言ってることみんなが分かんないと困るから、もう一回ちょっと話するけど、地球は温暖化してません最初から、でどういう風になってるかって言ったら、気候変動でちょっとおかしくなってることは事実だけど、温暖化ではないんだよね、でもともと温暖化っていうのはその氷河期、ね、その氷河期の終わりに必ずさそういう風に言われてることで、氷河期はだんだん終わりに近づいてることは今事実なんだよ、今氷河期だからね、で日本でも例えば北アルプスとか南アルプスで氷河が見つかっちゃってて、あ氷河期だなってことを実感してるんだよ、だからそんな中で氷河期が終わってる時に要するに環境汚染でいろいろ変わりが変わってくる時に対処できてないわけでしょ、だから暖流のことを考えてさ、気象庁とそういうことがちゃんと真剣な研究をやれば、次台風がどうかってことも分かるじゃない、23号だって発生して、23号は、ね、日本の方が来ないんだけどね、だから台風ってのはあっちこっちで発生してるの、で南に行けば南に行こうで今度今はさ夏になってくるわけだから、だからそれ考えなきゃいけないね、北の方は氷が溶けてないって言ってるけど南の方は氷だらけでしょ、だからそれが今ちょうど良くなって海面上昇とか何もしてないだけのことだから、ちょっと分かんないといけませんね、あとプラゴミのこともちょっと話そうかな、プラスチックのゴミでさ日本がレジをね、レジ袋を有料化ってあれ関係ないからね環境と、なんか便乗してるよね、そういや、まあ、便乗してもいいんだけど、でもそれをねこれ見よがしにさ環境のためっていうのはあまりにも歯が浮いちゃってさ聞いてらんないっての、環境全く関係ないから、プラゴミ日本のプラスチックのゴミとかそういうのは特に溶解して分解できるゴミにしてるし、炭酸カルシウムを燃やすものもできるでしょ、ゴミ袋そうなんでしょ、
そしたら全部そうすればいいじゃん。だから、うん、はっきり言ってゴミ袋無償でもいいし、それをプレゼントしてもいいし、それをお店に任せておいて炭酸カルシウムのゴミ袋をしたらいいんだよ、うん、で燃やせるようにすっごくいいじゃんね。日本だったらできるよね。だからみんなね、本当困った話がいっぱいあるんだけど、そういうのってさ、うん、嘘言い訳でマスコミが垂れ流すんだよね。ちょっと前はさ、うん、紙とか木じゃなかったっけ、うん、で木がダメ、紙はいけないとか言って、そうそう、割り箸がいけないとかさ、うん、何に使えてるんだよ。だからプラスチックでいいんだよ、ね、うん、だから分かりやすくそうやって、あの要するに不法と投棄してるのは中国だけだから、うん、それもあの質の悪いさ、ね、プラスチックを投棄してる、日本は平気です。それをちゃんと分かんなきゃいけないと思いますね、はい、うん、だってずいぶん前にゴミ袋をさ炭酸カリウシウムにしてさ燃えるようにして、うん、あの有害物質が出ないようにしたわけでしょ。あと私、うん、コンビニなんかのさお弁当のプラスチックの入れ物も、うん、あれももう捨てるゴミに捨てれるって大学の教授がやってて、いやすごい研究されてんだよね、すごいよ日本は、うん、だからなんか、うん、大丈夫だよね、うん、日本はね、だから大したもんだと思うよ、うん、まだまだね、いろんなことでね考えなきゃいっぱいいけないことは、宇宙開発のこともそうだし、いろんなこともあるし、軍事もそうだし、うん、ただね、みんなね、そういうことを全くあの考えないで、関係ないで、うん、ああだこうだ、いいだ、悪いだ、騒ぐだけ騒いでね、うん、あの分かってないのに、そういう便乗して騒いでるだけみたいな。そうそうそう、うん、だから、そのゴミの問題だけじゃなくて、最近いろんな問題あって、消費税の問題あって、なんだってみんなそうなんだけど、うん、言ってること全部デタラメだから、うんうん、それをね、ちゃんと我々が分かんなきゃいけないよな、うん、でオリンピックがそうなんだよ、俺ね、オリンピックでさ、札幌に移っちゃったでしょ。あれはちょっとな。でもそれね、 IOC が札幌でやらないんだったらオリンピックの開催権剥奪するって言ったらしい、うん、本当かどうかわかんないんだけど言ったらしい。そうなのかな、うん、だからそれはね、それでもまあしょうがないかもしれない、うん、ただね、俺が言いたいのはそれは日本のそのシステムの悪いところで、いや東京で大丈夫ですよと、なんなら 42.195 号の行動全部にあの冷房施設を作るからでいいんだよ、うん、ねえ、そうしたらよかったのに、ね、だからどういうことかって言ったら、1キロに1億円かけて、うん、あの涼しい施設作ったんですよ、うん、ね、それであの 最終的には東京の財産なんで、1キロ、そうだよね、みんなが使うんだよね、1キロ1億円が高いか安いか別だけど、民間の協力も得てやるとね、うん、でプラスアルファで 42.195 号で、たかだか 42.195 億円でしょ、うんうん、ね、50億円でそんなのできちゃうんだったら、もっと出しても1000億出してもいいと思う、うん、で、あの東京都冷房化すればいいわけで、で電源の問題とかそういうとかいろいろあるけど、電気の問題とか、うん、でクリアするような政策に東京都がやればいいわけだ、買えばいいんだよ、あと都民がそこ自由に使える、うん、そうだから、いいマラソンだけじゃなくてクールなね、そういうものを作ればいいだけのことなの、うん、それなのにあの単純に暑くてさ倒れるのがいるとかわけでわかんないの、うん、だからいや東京大丈夫ですよ、これだけ冷房施設ができる、石原慎太郎が都知事だったらな、うん、やれたんだろうな、そうするとね、そんなにお金使っていいのかって、だってさスタジアムだけでさ3000億だから使ってんだったらいいじゃん、そうだね、だからスタジアムだって全部クーラーつけるべきだったんだよ、うん、どうしてクーラーつけちゃいけないの、本当、ね、お金使いすぎだとかわけのわかんないおかしい、だって他の国を考えてよってね、うん、だから全部東京都でお金賄うんだから、うん、お金使いすぎじゃない、それお金使いすぎだって言ってるのはさ日本のマスコミでしょ、うん、バカマスコミが言ってるだけだよね、うん、だから俺たちはちゃんと考えてあのやって東京で全部本当はやればよかった、そうだよね、だって全部東京都民に返ってくる、その使われた出費、まあ、今回ねだから札幌が全部お金負担すると、札幌も経済効果すごいから、うん、ね、それでやりたいんだけど、札幌が涼しいとも限らないことも分かんなきゃいけないですよ、そうだね、うん、確かに、だからシミュレーションで東京が民間マラソンやればいいと思うんだよね今度ね、うん、東京だけで民間でマラソンをやる、うんうん、要するにあのオリンピックと別で同時にね、オリンピックに、ね、外れた人間たちが東京で走るとか、うんうん、あと俺、まあ、東京の走ってたところにあの例えば障害者用のさ車椅子で走るとかさ、いろんなことをやって作ればいいわけでしょ、うんうん、やっぱりね今ね、そのオリンピックに対する文句ってのは多すぎて、日本が成功すると困る人たちがオリンピックに文句言ってんじゃないかなと思った、そうだね、うん、だから足引っ張る人が、うん、オリンピックやったらいいに決まってるんだよ、うん、分かりやすいことなんだよね、だって日本人の心がやっぱりさ喜ぶんだから、まず絶対でしょ、うん、経済効果も絶対あります、うんうん、で日本は確かにその冷房とかそういうことで弱冷房なんてバカなこと言ってるようなさ、ね、国だからちょっとあれかもしれないけど、それでも世界中の憧れの的の国であることは確かに、そうだね、ね、いいホテルに行って空調やればあの涼しくなるわけ、でもね日本のホテルの空調ってね21度以上下がらないとかさ、あ、そうなの、そう、台湾はね16度ぐらいの下がる、そうなのそう、すごい、すごいね、だからやっぱさちょっと考えてやらないとさ、ね、あの暑いとかさあのへったくれとか言ってるのはそもそもさあの国を否定してるよね、台湾の暑さとかさ、台湾、そうだね、そうだからやっぱりヒート的な対策として、うん、あの冷房のことをやるとかね、うん、そういうことも考えなきゃいけないんじゃないかなと思いましたね、ね、うん、やっぱり国内の中でもいろんなことを言いたいことがいっぱいあります、だからそこも考えて我々は、はい、あの発言していかなきゃいけないかなと思います、うん、マスコミジャーナリストダメです ね、 ね、はい、ということで時間になっちゃいました、はいはい、ちょっとね世界の話じゃなくなってきますけど、来週もね何かあったら困った
話をしましょうということで、これは表です。 YouTube でお楽しみください。はい、ラジオもありますからね、これはね。はい、どうもありがとうございます。さようならです。どうもありがとう。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。